ハロウィンっていうと目や口をくり抜いて作ったかぼちゃのランタンを思い浮かべる人も多いよね。あれはジャックオーランタンって言うんだ。日本語に訳すとジャックのランタンとかジャックの提灯って感じかな。このかぼちゃのランタンがどうして生まれたのか知ってる？実はこんなお話があるんだ。その昔、卑怯で怠け者だけど口がうまくずる賢い男がいた。この男、十字架を使って悪魔を罠にかけたんだ。そして俺が死んでも俺を地獄に脅さないと約束するまではこの罠から出さないと悪魔を脅し、自分が死んでも地獄に行くことがないように悪魔に約束させたんだ。しかしやがてこの男もついに死んでしまった。そして男は死んだ者がみんな訪れるという死者の門にたどり着いた。門番の仕事は死者を天国に送るか地獄に落とすか決めること。男はこの門番もちゃっかりと騙し再び生き返ることになったんだ。でもこの男、生き返っても相変わらず卑怯で怠け者な性格は変わらないままだった。そしてこの男が再び死んで再度死者の門を訪れた。しかし門番は、お前はひどいやつだ、天国へ行くことなどできっこないが地獄へ落とすこともできないと言い、男は天国へも地獄へも行けず真っ暗な暗闇に追いやられた。そして男は暗闇の中を何も持たずにさまようことになったんだ。真っ暗闇の中、何も見えないままさまよう男。それを見て哀れに思った悪魔が、地獄の豪華から赤々と燃える石炭を一つ取って男に明かりとして渡したんだ。男はその明かりを株に入れてランタンにして暗闇の中をまた歩き出したんだ。今でも男は天国へも地獄へも行けないまま株のランタンを持って暗闇の中をさまよっているんだって。それでこの明かりのことをジャック、ジャックっていうのは日本でいう太郎みたいによくある名前なんだけど、それでジャックのランタン、ジャックオーランタンっていうようになったんだ。このお話がアメリカにも伝わった時に、アメリカではカボチャがたくさん取れたから株ではなくカボチャに代わって伝わっていったんだ。でも今でもスコットランドではカボチャではなく株が使われているんだよ。このカボチャのランタン、ジャックオーランタンには他にもいろんな説があるから、よかったら調べてみてね。今日も見てくれてありがとう。ちょっとでも面白いと思ってくれたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。どうもありがとうございます。